こんにちは。小風神という外伝の小風です。萩若丸です。あれ、今回は僕たちだけ？多分本家が単には MM を使いたくて仕方ないだけかと。ああ、それね。で、何をやるの？剣舞や刀に関する雑学や番外編を話していこうかと。番外編？でも本家も普段からすぐ脱線したネタばかり。言うな、言うんじゃない。は、はい。で、今回は？今回は刀に関係のある慣用句を紹介するよ。ああ、以前の動画で使った切羽詰まるみたいな。そうそう。じゃあ、また今回も盛大に解釈に難癖つけて。個人的解釈、難癖っていうな。しかし、相変わらず迷走してるね、このチャンネル。こんな私たちですが、よろしければ最後までご覧ください。では、いざ。そもそも日常何気なく使ってる言葉には、実は割と刀に由来するものだ。そんな中からまずはじめに、はいはいはい、そうだけどさ、合ってるんだけど、もう、やめて。一発目から心折れる。むしろちょっとね。ごめんごめん、続けて。相槌を打つという言葉は、相手の話に調子を合わせて、受け答えをするという意味で、刀鍛冶に由来してるんだよ。え？刀鍛冶さん？うん、刀鍛冶は刀を鍛える工程で、師匠と弟子が向かい合って金槌で打つんだけど、この時、師匠のタイミングに合わせて弟子は打つことから、相槌を打つという言葉が生まれたんだ。ああ、だから相槌の槌は金槌の槌なんだね。そういうこと。じゃあ、小風もこれからはちゃんと、遠くの時は僕のタイミングに合わせてね。え？え？え？よし、合格。な、ま、く、ら？なまくら？うん。ああ、大仏様がある。それは鎌倉。お釈迦様が亡くなった時。鎌倉。雪国に行けたら一度は。それも鎌倉。正倉院の。あれ倉。あ、本家が若い頃。ここギブ。よし。まずこのなまくら、漢字だとこう書くんだけど、これに物、や刀、がつくことで、切れ味が悪くなり、使い物にならなくなった刀のことを指していて、ここから怠け者や、能力のない者、を意味するようになったんだ。あ、赤穂浪士の。いや、それ忠臣蔵。って、君。ん？まさか、ずっと考えてたの？ん？話聞いてた？ん？ねえ。ん？おい。ん？こら。ん？これも刀由来なの？そうだよ。この言葉は、普段は見せない本性が表に出ること、って意味なんだけど、日本刀は柔らかい芯金を、硬い皮金で包むことで、折れず、曲がらず、切れるという特徴を生み出してるんだ。このあたりのことは、また別動画で詳しく紹介するよ。で、刀は研ぎすぎたり、刀身に深い傷がつくことで、見えるはずのない芯金が露出してしまうことがあるんだ。これを人の本性に例えて、地金が出る、って言うんだ。ちなみに刀で地金って言うと、本来は鑑賞の際に刀身表面のことを指すんだけど、この言葉での地金は芯金のことだよ。メッキが剥がれるに似てるね。そうだね。じゃあ、僕も磨きまくれば芯金が出てくるのかな？いやいや、そんなわけ。そもそも、君刀じゃあるまいし。え？きた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 ー。え？誰が間抜けやねん。いや、まだ何も。は。つい。トンチンカンとは、物事が行き違ったりして辻褄が合わないことや、また、間の抜けた言動をすること。誰が間抜けやねん。進めていい？どうぞ。で、これも刀鍛冶。しかも1個目の相槌に関係あるんだ。おう、さりげない伏線。刀を打つときに、師匠と弟子の息が合ってれば、トン、カン、トン、カン、と、調子の合ったリズミカルな音になるんだけど、これが合ってないと、トン、テン、カン、というずれた音になってしまう。この音に漢字を当てはめたのがトンチンカンなんだよ。なるほどねー。じゃあ、きっと僕たちは息ぴったりだから、ナイスなビートを刻めるよね。確かに。行くよ。オッケー。せーの。トンチンカンって言った？まさか。
折り紙付き？そう。お菓子のおまけに折り紙がついてくるの？いや、そういうことじゃなくて。キャラメル美味しいよね。だから、そうじゃなくて。せっかくなら僕はカブト売ってほしいな。ちゃんと話を。勝負折れないの？教えようか？おみや。いいかな？もちろんです。この、折り紙は、いわゆる刀剣の鑑定書、のことなんだ。え？鑑定書？うん、もともと文章を書いた和紙を二つ折りにしたものを、折り紙と呼ぶんだ。この書き方は室町幕府の頃からすでに、公式な文章の書式として存在してたけど、後に、豊臣秀吉が、え？今、誰って言った？いや、豊臣秀吉。Okay。まだ途中だよ。これじゃ動画が進まないじゃないか。一体。お待たせ。え？何？その格好。はい、秀吉です。はぁ？豊臣、秀若丸です。いや、君一度秀吉って言って。豊臣秀若丸です。お呼びとのことで、毛利攻めから大返ししてきたよ。別にいいけど。僕のエピソードでしょ。苦しゅうないから、話したまえ。じゃあ、豊臣秀吉。秀若丸。秀若丸が、家臣に恩賞として、土地の代わりに刀を授けるために、どうしてもその刀に一定の価値を持たせる必要があったんだ。そこで、室町時代から刀剣の鑑定、研磨、拭いを通うとしていた。本阿弥家の9代目、光徳に、正式に鑑定書の発行を許可したんだ。ですよね。そうだね。で、その時に使用した書式がその折り紙だったんだ。そこから転じて、人物の評価や、物の価値が確かなものと保証されることを、折り紙付き、というようになったんだ。うん、その通り。いやー、君、よく勉強してるねー。ご褒美にこのほかほかの草履をあげよう。じゃあ、僕はそろそろ刀狩りに行ってくるー。なんだったんだ？ちなみにこの本阿弥家は、その後も代々受け継がれ、ご当主は日本刀の鑑定、研磨の人間国宝だよ。アクス。以上、今回は刀に関係のある慣用句を5つ紹介したよ。知らないうちに割と使ってたかもねー。そうだねー。他にもまだ色々あるのかな？うん、まだたくさんあるから、これからも紹介していくよ。どうしよう、ますます僕、賢くなっちゃう。それでは、さらっとスルー。ご視聴いただきありがとうございました。これからも本家ともども、僕たちも、よろしくお願いいたします。